テイルズオブエクシリア、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、足が完全に治ったわけじゃないんだよね。一応退院はしていいと、許可をもらってる段階で、ちょっと無理してんだろうな、ミラモン。この二人本当に似合うよな。柔道はミラの方が好きなんだろうけど。さっきの手配書、何したの？イルファンで会ったんだよね、ミラとは。何か関係あるの？ミラ、ラシュガル軍の兵器を壊そうとしたんだ。ジンっていうものが使われてるから、それから世界を守るのが自分の使命だって。ジン知ってんの？ジューダクーん？ティポ、それが挨拶か。エリーズ、どうしてここに？ね、お見舞いに参りました。しかし、もう歩かれているとは。来てくれたんだ。ああ、ジューダたちのおかげだ。ロエ、お久しぶりですね、ジューダさん。はじめまして、ローエンと申します。あ、どうも。ローエンがついてるとエリーズメンがすごいお嬢様っぽく見えるよ、格好も相まって。医療人テクスというのですか。これでこのわずかな期間に。ねえローエン、しばらくこっちにいるの？ドロッセルお嬢様からしばらく休むよう言いつけられました。エリーゼさんがミラさんに会いたいとあまりにもされるもので。この頃ローエン君がぼーっとしてたからじゃないか。らしくないな。いえいえ、私も悩みはいっぱいありますよ。少し私も考えるところがありましてね。ゆっくりと話を聞いてやりたいところだが。僕たち明日にでもルロンドを立つつもりなんだ。柔道、君は。いい加減わかるよ。よかったよな、行き違いならなくて。うわー、そんな病み上がりの体でイルファンに一体何があるのですか？クルスニクの槍と名付けられた兵器だ。あれだけは、あれがある限り精霊も人も破滅へと向かってしまう。ラシュガルの王様が作ったんですか？イルファンを目指す、それはガンダラ要塞へ向かうということです。あなたをあんな目に遭わせたあの場所、ミラさん、恐ろしくはないんですか？そうだな、私にとって恐怖があるとするならば、それは使命を果たそうとする志の火が消えることだけだ。なんでミラ君がそんなに頑張んないといけないのさ。私はマクスウェルだからな。世界を守る義務がある。マクスウェルですと？精霊の？ミラが？ミラ、本当に？言ってなかったっけ？でもそんなこと関係ないよね。ミラはミラなんだから。じゃあ外で話し込んでないで戻ろっか。あ、そうしよう。レイヤ辛いだろうな。パーティーメン、あれ、え、もう戦闘に参加できんの？本当に？ちょっと無理しすぎじゃない？とりあえずあれか、戻りゃいいのか。ただいま。
戻るってここじゃないよ、もしかして。な、お父ちゃん、ジェイド、お前よりロンドンに残るんだ。これ以上私を怒らせるな。こういう押さえつけがあれなんだろうな。こう重度にこういう反発をさせる要因なんだろうな。一人の人として扱ってないだもんな。なんか手駒じゃないけどさ、なんかそういう手駒じゃないな、なんていうの、操り人形みたいな、自分の一部ぐらいの、あれ開いてないの感覚でいるんだろうな。戻るってどこに戻れんだ。戻るとってな。どっかあれか、資料室に、ここか。あら、違う。資料室でもないよな、多分。資料室だったわ。医学、自然科学、歴史、文学。なかなか面白そうな本が揃っているな。ミラは本好きだね。人間は記述したがる生き物だ。世界のこと、他人のこと、自分自身のこと、人の世を知るのに書物は最適だよ。本を読んで勉強してるんだね。精霊の主って世界中のことが一瞬でわかる力を持ってるイメージだったけど。人間が思い描く完全存在の典型パターンだな。人は完全な絶対者に憧れやすい。時にそれに自らの存在の意義すら捧げてしまうほどにな。完全存在など人間が自覚した己の不完全さを反転させたものに過ぎないのに。そうかもしれないね。と以前読んだ本に書いてあった。受け売りかよ。おや、興味深い手書きの本があるぞ。ジュード・マティス成長記録。お、それは、なぜか夜尿症の原因と対処という本と並んでいるな。のんびり読書してる場合じゃないよ。行こう、ミラ。分かってて言ってるな。おねしょって言わないんだね。夜尿症っていうの。夜尿症、大丈夫か、じいさん。やぬ、ああ、ここか。今日も一日ミラさんのリハビリに付き合ってたのね。あまり今後詰めすぎないようにね。いい母ちゃんだよな。父親がちょっと。準備はできたの？厳格なだけで、うん、なんとか。夜になって突然明日立つなんて言い出すからびっくりしたわ。ごめん、柔道が決めたならいいのよ。ほんと尊重してくれるよな。まだカンカンよ。そう。さて、もう行こうと思うがいいか。え、まだ船が出る時間じゃないよ。わざわざ見舞いに来てくれたんだ。出発前にローエンとエリーゼに挨拶しておくべきだろ。ついてこないのかな。そうだね。めっちゃ気使ってくれんじゃん。ここにいたくないっていうのが伝わったんだろうな。伝わるよな。もうお前大丈夫か、落ちるぞお前ら。ローエンとエリーゼはどこにいるんだろう。宿屋かな、泊まってんのかな。ローエンとエリーゼはでも海底の方に、あ、こっちいる。おはよう。おはようございます。大丈夫か。すまない。これ感知すんのかな。ちゃんと椅子に座りな。本当に行くのですか。ああ、私には使命を果たす責任がある。責任ですか。
あなたは強く気高い。しかしそれが私の古い傷跡をえぐるようです。どうや？クレイン様にこの国を救ってほしいと託され、私は悩んでしまった。今の私にできることがあるのだろうか、ナハティガルを止められるだろうかと。ガンダラ要塞での様子だと二人は知り合いみたいだったけど。友人です。とても古くからの友と戦えるのか。それがお前の悩みか。友達と喧嘩しなきゃいけないの？決断に必要なのは時間や状況ではない、お前の意志だ。私たちと共に行かないか、ロエン。ミラさん、悩むのもいい。だが人間の一生は短い、時間は貴重なものだろ。なら悩みながらでも進んでみてはどうだ。人とはそういうものなのだろう。ロウエ、そうしてみたら？僕も心強いし。確かにジジイの時間はとても貴重、立ち止まってはもったいないですね。じゃあ。はい、ぜひ同行させてください。よかった。私も一緒に行くです。あ、エリーゼちゃんも？ダメだよ、エリーゼはドロッセルさんのところへ帰るんだ。エリーゼさん、お嬢様にお伝えください。ローエンはイルファンに向かいますと。でも…サマンガン海底に知り合いの者がいます。すぐに呼び寄せましょう。カラハシャールでしょ、一緒に行かないの？私に考えがあります。任せてもらえませんか？そっか、それじゃあ船に乗るまでだけど一緒にいようね。ひどいぞ、上陸。一応優しいんだけど。レイヤー、どこ行ったんだろう。話したかったのに。口調は優しいけど、やってることってさ、ジュードの父親と変わらんよね。あれ、あいつは、あいつはっていうか、ん？素晴らしいおかげでコレクションが、あ、好物、そっかそっか。そういや、なんか、なんだっけ、なんか、石英の塊か。取ってこいって言われてたな。結局、ねえ、押さえつけてる、だけな気はするんだよね。言葉が、あ、ん？あら、いらっしゃい、ジュード。いや、こんにちは、ソニア先生。レイヤーいますか？それが姿が見えないのよ。家の手伝いも放り出して、たく。なに、夕飯までには帰ってくるさ。今晩はあの子の好きなフルーツ焼きそばだからな。美味しいのそれ。会えないのは残念だが。ジュード。うん。先生、僕たちまた旅に出ることにしたんだ。レイヤーによろしく言っておいてください。そう。わかったわ。レイヤーには伝えておくから、気をつけて行ってらっしゃい。はい、行ってきます。柔道がいなくなるとまたレイヤーが落ち込むな。それを見てレイヤー以上にあなたが落ち込むのよね。仲良し一家か。だってかわいそうじゃないか。一番かわいそうなのはいじけた亭主と娘を持ったわたし。腕っぷしだけじゃなく口も達者なんだから。あら、そんなところに惚れたんでしょ。それはそうだが、レイヤーに似てほしくないと思うのはなぜなんだろう。なんですって？なるほど、これが夫婦漫才というものか。目の前で。相変わらずロダンド家は仲がいいですね。本当だよね。ジュードの家だって同じでしょ。たまには手紙を書いてあげなさい。
同じじゃないよ。ついででいいからうちのレイヤにも。あ、はい。まあ気遣ってのことなのかな、あの父ちゃんも。それが柔道にとって幸せだって思ってくれてんのかな。どうなんだろうな。押さえつけてるようにしか見えんけどな。まあでも柔道もやってること一緒だもんね。結局本人のやりたいことじゃなくてさ、こっちのことを押し付けてるだけというか。どこ行ったらいいんだろう。あら、イベントか。レイヤ本当に来ないのかな。レイヤの姿はないか。礼を言いたかったのだが、この船ってアジュール行きだけど、これがローエンの言ってた考え。はい、ローエンが言うのだ。大丈夫だろう。お父さんと仲直りしないの。できないでしょう。必要ないよ。じゃあ行ってくるね。お父さんはあなたが心配なのよ。分かってあげて。不器用なんだろうとは思うけど。お願いがございます。この子をしばらく預かっていただけないでしょうか。ええー、あそこに置いてるのか。サマンガン海底から向かいの人が来るから、それまでお願い。ああ、かわいい子ね。ええ、わかりました。大切にお預かりしますね。ウサギは寂しいと死んじゃうのに、ひどい。柔道。父さん。来たのか。ごめん、僕ミラと行きたいんだ。ダメだ、行かせるわけにはいかない。彼女は、お前が関わろうとしているのは。やっぱ知ってんのか。おいおい、俺たちどんな縁なんだよ。アルビン。アルビン。新しい仕事クビになっちまってね。その様子じゃまた行くんだろ。俺前にもらった分の働きしてないぜ。来てくれるんだね。知り合いなのか。うん、前にずっと一緒だったんだ。アルビン君、父さん知ってる感じだよね。かわいそうだな。十分戦えるのにな。なあ、連れてってやろうぜ。アルビン、何考えてんだ。な、読めない。しかし、アルビンさん、いざとなりゃ、俺が守ってやるからさ。頼むよ、ローエン。頼むよ、ローエン君。そろそろ出発しますよ。ご乗船お待ちください。クポが取れない以上仕方あるね。そういうこと。 OK だってよ。ほら、乗った乗った。やったー。一本取られましたね。さあ、二人とも。あ、うん、それじゃあ母さん父さん。母さん父さんなんだな。柔道。父さん何言おうとしたんだろうな。父さん、柔道、言うことがあるだろう。行ってきます。忘れるな。大人になるということは自らの行動に責任を取ることだぞ。責任取れりゃいいってこと。無責任適当なことをやるなっていうだけか。え、でも何言おうとしたんだ。この船ってラコルム海底行きだよな。イルファンに行くんじゃないの。乗ってから聞く。本当、アルビンってそういうのこだわらないね。俺が来たのはエリーゼ姫のためだからな。どこ行くにも問題ねえんだよ。ビン君は友達だね。お前じゃねえよ。
ポも可愛いな。ローエン、なぜアジュールに向かうのか訳を聞かせてもらえる。聞いてから乗れよな。端的に言うと、今のガンダラ要塞を突破するのは不可能だと思われるからです。以前ミラさんが負傷され脱出を試みた時、ゴーレムの軌道を確認しました。ゴーレム、地の精霊を使った人間の兵器なんですよ。ティポみたいなもん。それは違うのかな。あれと戦うには師団規模の戦力と戦術が必要になります。けど回路も無理なのにアジュールへってことは、アジュール側の陸路を経由してイルファンへ向かうということか。ほう、そりゃまた。でもよ、ファイザバード少爷はどうすんのよ。そうだよね。イルファンの北にある広大な沼地でね、ガンダラ要塞と対をなすラシュガル最大の自然要害って言われてるんだ。あそこ霊性がめちゃくちゃで通り抜けられないって話じゃなかったっけ。いえ、変節風が吹きましたので現在はプランに入りました。つまり霊星がイフリタからラノームになったこの時期であれば、ファイザーバード少爺も落ち着いているはずです。全然わかりません。な、ふんわりはわかった。安心しろ、私もわからん。めっちゃ笑ってるけど。つまり、まあとりあえず問題なさそうってことでいいんじゃねえの。はい、いいってことです。時間もあまり残されていないようなので。何が、なんで皆さんがカラハシャールを去った後もガンダラ要塞のゴーレムは起動したままとの情報を得ました。これはラシュガルが海戦準備を始めた証と捉えて良いでしょう。僕のシャドーボクシング、海戦ってアジュールと戦争ですか。怖い。戦争などに使われる前にクルスニクの槍を破壊しなくてはな。本当に奥のあいつは何なんだ。あ、どうした。何、樽の中に。え、密航か。レイヤ死んでんのかと思うよな、パッと見。何これ。僕の幼なじみ。この顔好きだわ。レイヤーの、レイヤー関連ですか。あの顔しないからさ、ジュード君。待ちくたびれてつい寝ちゃった。そんな問題？すぐに帰りなよ。やだよ。私だって一緒に行くんだから。遊びじゃないんだって。知ってる。ね。誰？アルヴィン君だよ。そうだよね、よろしく、ジョーちゃん。私レイヤー、こちらこそよろしくね、アルヴィン君。君ってねえ、いいでしょミラ、私も一緒に。そうだな、理由を聞かせてくれ。ミラ、鉱山で思ったの、私もミラみたいに強くなりたいって。むそれだけか。そう来ると思った。ちょっと待ってね。え、何。何ですかあれ。リハビリ関連のやつかな。細かいことはそれに書いてきたから見て。え、あ、その理由を。僕たちと一緒に行く理由を書き連ねてきたの。うん、100個くらいある。ちっちゃい紙に。わかった、一緒に行こう。気に入ったよ、
人間らしくて。さて、お許しが出たとこで。みんな、よろしくね。さて、誰を入れて誰を外すかみたいな話になってくるんだけど、どうしようかな。とりあえず回復としてのエリーゼが欲しいわけだ。で、ローエン、そうか、これ魔法系だもんな。で、近接と回復、ってなってくるとどうしようかな。アルビンかな。このメンバーがちょうどいい気はするんだよね。はい、ということで、じゃあ次回とりあえずこのメンツで進んでいきましょうか。ミラはちょっと休んでてほしいのもあるし、ローエンはなんか戦闘っていうよりもなんか参謀みたいな印象なんだよね。ていうかもう10時間もやってんだなこれ。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。